シェーデンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン群に属すマチソンでドランスフェルト市を首輸とするザムトゲマインでドランスフェルトを構成するマチソンの一つである。シェーデンは、ホワー,ーハーゲンの南西陸に面したミュンデン自然公園内に位置する。町内をベーザー川東岸の支流であるシェーデ川が流れている。町の南東部にメンゼン地区があり、 ライネ川西岸の支流であるドランメ川が流れている。メ前ン近郊にバッケンベルクという山があり、ここにバッケンブルク城市がある。自治体としてのシェーデンは、シェーデン地区、ダンケルスハウゼン地区、メ前ン地区で構成される。シェーデン地区は、ニーダーシェーデンとオーバーシェーデンの2つの部分からなる。この集落は、ローマ王ハインリヒ3世から、 ヒルバルツハウゼン修道以外の1046年の寄進状に B 社、クエイリセタースタベンとして初めて記録されている。入植地の最も古い部分はオーバーシェーデン地区で9つの農場からなるドルッベルであった。おそらく14世紀にこれが衰退した後多くの周辺の村が拡大したと推測される。13世紀の初めから集落の名称はセガン。 スキー団あるいはシャイデンが用いられた。オーバーシェーデンとニーダーシェーデンとの区別は14世紀からなされている。1317年にネデレンスキー団、1322年にスペリオリスキー団、1397年には定置ドイツ語型でオーエレンスキー団と記述した文献が残っている。1785年のハノーファー選定テ領ドリストには ニーダーシェーデンに79個、オーバーシェーデンに85個が記されている。純粋に農業だけに依存していた村の構造は、1852年にゲッティンゲンから反ミュンデンに至る鉄道路線派のオファー南鉄道の一部が建設されると変化し、工場の進出が可能となった。名誉職の町長,長には、イングリッド・リュンデリングが2001年9月9日に選出された。 1973年から用いられている聖殿の町の紋章は基本的には4分割された部分からなる。これは各地区の紋章で構成されている。向かって左上は金字に黒で先端がクローバー型の十字架が描かれている。このシンボルはダンケルスハウゼンの紋章から取られた。十字架は小教区の中心として教会の重要性を示しており。 クローバー型の先端は、この小教区に属す近隣の集落を象徴している。向かって、右下は、やはり近似に黒で、古いケルスカー族の印である鹿の角が、紋章学上珍しく、先端に星型をつけた形で描かれている。これは1352年のディートリヒホンメーンゼイの印象から取られた。向かって、左下と、右上は青字に、銀の名みたいが描かれている。 これは、シェーデン地区を流れる州出川を象徴しており、青字が2つあることで1964年にシェーデンのナで合併したオーバーシェーデンとニーダーシェーデン等を表している。これらの4つのパートの中央前面に小立てが描かれている。これは青字で、長部に十字架をいただく金の三角形が描かれている。この金の家門は、ミュンデンの市長であった。 ヘンニングホイシェデンの印象から取られた。青字に銀の波みたいと金のカモを描いたのが旧シェデンの紋章であった。ベーザーハルスハイデ自転車道及び広域遊歩道のシュトゥーデンテンプファートがこの町を通っている。この町には一般医学、職業医学、小児科学、救急医学の診療所がある。シェデンは反ミュンデンからゲッティンゲンに至る。 連邦道 B3 号線沿いに位置している。アウトバーン A7 号線の最寄りのインターチェンジは、ハンミュンデン、ヘーデミュンデンで、約10キロメートルの距離にある。1876年から1980年まで、聖電は1856年に開通していた、ハノーファー南鉄道で結ばれていた。この路線は、伏線の主要路線であったが、その後、 トランスフェルト線区での旅客運行が廃止された。トランスフェルトまで撤去された路線は、1995年までは地元の資料会社の貨物輸送路線として利用されていた。クバンツ記念碑。ありがとうございます。